小吉、大吉、あみきです。はい、ということでね、今回も動画撮っていくんですけども、今回はですね、今日で YouTube 始めて11ヶ月記念ということで、まあ、特になんもないんですけども、まあ、マルチかな。で、僕と言ったらゴブリン。多分最初の頃もゴブ型だったんでね、これ使ってやっていこうかなと思います。で、グロ隊ね、25勝で終わりました。今一回負けちゃってね、この迫撃。これ、まあ、きついよね。ハンターコウモリにね、迫撃やりゴブで、ファイブ通んないですね。まあ、あとちょっとだったんだけど。で、この5敗して4敗はラバでしたね。もう地獄、本当に。俺ラバ当たんなければ、多分、もっといけますね。いけるなーって思った。今回ので、まあ、やっぱね、マッチング大事だなーって思いましたね。だってラバ以外に勝ってるからね。すごくない？普通にすごくない？普通なのかな、それ。ラバ以外にさ、まあ、最後負けちゃったけど、ラバ以外に当たれば勝ってるから、ラバ来なければ、めっちゃ勝ってたってことですよ。マジでマッチングゲー。マッチング頼むって感じですけどね。てかこれさ、足るなかったの痛すぎでしょ、初手でもう、やばいっすね。で、まあ、11ヶ月記念ってことで、まあ本当になんもないんだけどさ、別にね。振り返りもないしな。でもやっぱあっという間でしたね。あっという間なのかな。なんかまあ早かったっちゃ早かった気がする。途中なんか長い時期あったかな。でも、まあみんなのおかげでね、楽しくできてます。本当に。本当にいつもありがとうございます。再生数もね、なんか増えてきてくれてるし、いい感じに。徐々にですけど。本当に。ありがとうございます。で、動画本数もね、毎日投稿続けてるから、365本以上は絶対に上がってるっていう。マジでなんか、それ聞くとやばくない？自分でもなんか、すげえと思うもん。あれ、トレーナーあんのこれ。ちょ、待って、トレーナーあんの聞いてない。まあ、ゴブこれが強いですよね、スケラーに対して。スケルトンだって今多分落とされてたんで。これが強いよね。で、これはブラフですね。多分何かしら咲くんで相手。オッケーオッケーオッケー。そう、ブラフアイゴレってなんかみんなあんましないんかなと思ったけど、ウルフィーじゃねえや。スナイパーだ。なんか外国の方混ざっちゃうんですよね。スナイパーさん。あの、この間リップくれた人ですね。あの方も結構やってましたね。よいしょ。これ弾いて、爆破でも届けていきたいが、どうだ？入んないか。これ無視ですね。あっち無視。守れないんで、キングを刺されない程度に守っていきたいですね。よいしょ。ワンチャンフリーズ来るかな？でも来ないかな？オッケー。2発？一発か。正直捨てたの良くなかったのかな。どうなんだろう。まあ、ここで攻めてウィザードを飛ばして、まあ、ボーラーが厄介だけど、フリーズ来るかな。うわ、取れねえか。そう、今、ウィザードがワンチャン強い説ありますよね。なんだっけ。エリババがさ、多いせいでさ、ワンチャン強い説あるんだよね。これはね、この辺で竹取ってあげて、これ大事ですね。いや、ボムの爆破弱っ。マジか。クソ弱えな。今僕の中でウィザード倒せると思ってたんですけど、今ボムの爆破が弱すぎた。思ってるより弱かった。全然倒せなかったですね。で、ここで、まあ、ウィザード来るでしょ。で、トレネかな？ここで。フリーズか？トレネか？トレネですね。まあ、爆破入れてって、いやー、持ってかれそうだな。これでもなんか、スケフリで持ってかれる感じが若干するね。まあ、タル回したんで、まだ耐えれそうだけどな、ここは。オッケー、ここは耐えれますね。で、キングは許容したいね、このボーラーは。いや、マジ、ボムタワーの爆破が弱すぎるな。頼むよ。本当に。もうちょい頑張ってほしい。で、トルネか。いや、トルネ強くね？やっぱりトルネ強いっすね。トルネってめっちゃ強いな。ずるいな、このカード。あ、やられちゃった。あ、なんかボーラーすごいことになってるけど、大丈夫ぞ。
ちょ、なんでそっち行ってんの、なんで君そっち行ってんのそんなに。ワイヤーきついな。オッケー、取れなきった。ワンチャンあるね。ないか。いや、どうだ、あるか。待って待って、なんでボールさんが来てんの、お前、奇跡奇跡奇跡。いやー、ねえか。ワンチャンねえな。いやいやー、しんど。もう、11ヶ月記念動画が。最初負けるっていう、結構しんどいけど。まあまあまあ、出します。もう時間ないんすよね。マジで。マジで時間がない。やばいやばい。いや、マジか。負けたか。でも、五分方じゃなくても多分負けてた気がする。から、しょうがないかな。なんだろうな、で、1年記念なんかやりたいって言ったっけ？なんか、まあ、何も決めてない、それも。なんですけど、大会とか、ね、大会マジなんか大変なんですよね。当たり前だけどさ。大規模にするとめっちゃ大変なんだよね。まあ、生放送はする予定ですね。今日じゃないけど。なんだっけ。な、みんなトルネ入れてるの、トルネ強いって。トルネ強いっすね。まあ、多分これ僕が YouTube 始めた時からずっと言ってると思う。もうトルネ強すぎだろって絶対言ってる俺。ウッドか？そう、ゴブリンね、このウッドでね、処理されちゃうっていうのがまあ、スケルトンでもされるんですけど、スケラと1コスなんでね。まあ、別にそこまで重くない、痛くないんですけど、ゴブだとやっぱ2コス捨ててるからね、これで。ってのもあってね、やめてたんですよね。そのロイジャイが一時期流行った時と、あとはスパーキーがめっちゃ流行った時ですね。その時に、ゴブ型捨てましたね、俺は。もうあれ無理だと思って。いや、なんか3桁はいけてたんですけど、確か。そう、3桁はね、全然いけてたんだけど、やっぱ更新狙ってると、超上位。超上位ではないけど、グロフィニとかね、したいって思った時に、いや、これ無理だなってなっちゃったんですよね。このまま、多分無理でしょって感じで。ゴブでいけねえなってなって、これゴブ追加したかったけど。エレキ竹外れね。いや、俺ね、最近思うのが、エレキ強くねって最近めっちゃ思うんすよね。なんか、こいつさ、結構優秀だしさ、なんか火力あるしさ、強いっすよね。いや、下方されてなんか、最初は、なんでエレキって思ってたんですけど、いや、これ下方来てよかったと思う、俺。普通になんか強いもん。カード的に強えよ、これ。って思う、俺は。なんか良かったっす、マジで。カホン来てくれて。前だけど、めっちゃ前だけどね、来たの。エレキとトルネか。シューン。まあ、これはロケット来るんですけど、裏側に飛ばしてあげることによって、ちょっと耐えるから、そう、これで、まあ、爆破届けたいって感じですね。で、ロケ切ったんで、ここはマスケが生きてくると。で、マスケとボムタワーで全部回収できるから、多分いい感じになりますね。オッケー、ここの結論は、多分相手も、あ、待って、ファルチェ、お前さ、それ違うわ。でも、ここの結論は相手、多分ね、やばいと思う。そんなことない。ロケット、いや、それはやばいと思う。やっぱりやばいと思う。あ、それで守れないですね。オッケー、来たー。よしよしよし。いいね。勝てた。よかったよかった。結論のタイミングって難しいですよね。まあ俺あんまロイジャイ使わないからさ。あれなんだけど。まあ基本的にアド取った時とかですよね。あとはなんかミラー対決の時は結論した方が有利に戦えるっていうのは聞いたことある。もうやば。てかグロ対俺、なんかあれなんですよね。もう今日で終わりだと思ったらあと1日あったんだね。すんげえ時間ねえと思って急いでやっちゃったけど。まあ、どっちでもいいんですけどね。どっちにしろ多分。あれですね。なんだっけ？ふきふき？まあ、無理でしたね。最初に4敗しちゃってるんで、最初ってか、そう。前半の方で。待って、これやばい。意外と突破される。いやー、マジでね。グロ対ね。俺多分ラバー当たんなきゃいけんだよ、本当に。って思ったもん。マジでそう思う。
ラバさえ来なければ、割といいとこまで行けんじゃねえかなと思うんだけどな。そんなことねえのかな。ああ、その許容はうまいっすね、相手。これで、あれなんですよ。ザップ打つことによってタワー落とせないんですよね。これうまいっすね。やられましたね。ここミニペ追加来たら結構やばいよ、俺。そっちか。あー、竹がやばいな、これ。んー、どうなる？これミニペッカが怖いから、よいしょ。右結構行かれちゃったけど、まあまあまあ、いいでしょう。初手これも勝ったし、なんか、エレジャイバカ多かったんすよ。まあ、遅延だけど、エレジャイは相性いいからさ。まあ、勝って当たり前か、みたいなところあるけど。エレジャイめっちゃ当たって、エレジャイに勝ったし。まあ、クロスにもね、めっちゃ当たったけど、勝ったし。結構ね、いい感じだったんですけどね。本当に、ラバに関しては、あれ、PS じゃないんすよ。俺、多分、めちゃくちゃ、下手くそな、下手くそって言っちゃダメだけど、めちゃめちゃトロ低いラバ使いにも負ける。その自信しかないもん。本当に。それぐらいラバは苦手だし、勝てないと思う、俺。なんかね、強すぎるんよね。勝ち方わかんないのよね、ラバって。ラバルか。ラバル、ラバル。そう、なんか形組まれて、ファイボー打たれて、ディガーとか飛んできて、どうすんのみたいな。マジで防衛下手なんですよ、だから俺。そう。ないよね、本当に。もったいない。ね、これさ、逃げ切れるくない？無理かな？ 20 秒でしょ。いや、ワンチャンいけそうだけどな、これ。無理かな？多分いけるっしょ、これ。時間的に。時間的にいけそうっすね。オッケー。ゴレ破裂してたら怪しかったか？あー、よし、オッケー。あ、これ使ってみますか？この鍵。あ、3個しか持ってない。いいや。じゃあもう一回ラスト行って終わりたいと思います。なんかね、記念のなんかやりたかったけど時間ないし、企画もないっていう感じで。ほんとなんかね、撮ってほしい動画とかあったら教えてくれると、まあ嬉しいです、ほんとに。なんでもいいです。なんでもいいわ、そうだけど、まあ基本的にはなんでもいいです。見たいデッキとか、まあでもな、使えるかわかんないけど。まあ練習するんで、それは。やる気ザップ。これ言ってもいいけどな。一回マスケから入るか。だー、最悪だー。マスケから入んなきゃよかった。で、スパーキーは、五分刀とかなり厳しいです。はい。もうこれは前から言ってる。超前から言ってるけど。囲めないんですよね。俺が下手なんだけど、それは。あ、待って。やべえ、やったわ。これはやった。これはやらかしー。やらかし、やらかし、やらかしー。これやばくね？飛んでるし。ヒースピ飛んでるし。ヒースピ強えな、やっぱり。今、俺、なんで、ゴブに打たしたかったんかな。なんかミスったね。防衛下手だったね、今の。これ許容？ああ、なるほどね。で、メガが切ってるんで、ここバルーンディガーでエレキ潰せば割といい感じになるはずだけど、で、僕逆サイ行きたいですね。同サイ勝負あんま良くない。で、ここなんかな、ミニベとか受けされそうだけど、オッケー。うわ！出た。出た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 。出た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 。やばいんじゃない？これ。あ、まあ、いいや。右結構削られてるから許容するしかないけど、マジバカやん。強すぎ強すぎ。いやー、このスパーキーデッキマジやばいっすよね。破壊力抜群ですよ、これ。すんごいよね。もうザ・ゴリ押し。ザ・ゴリ押しデッキみたいな。エレキ来るかな？よいしょ。パシーン来る？来ないの？あれ、来ないの？ああ、もう捨ててくる感じね。これ多分守れないんですよね。いや、いやいやいや。
いやいやいや、ちょ待って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 、え、キング行くやん。え、ちょ待って、待って待って待って、キング行くやん。お、やばい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 、レイジかけんなよマジで、本当にレイジかけ、レイジかけなくてもダメだ。あれ、マニア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 、うわー、このコミケがーってな感じで、そんな感じで終わりたいと思います。これスケルトンだったら余裕で勝てます。はい、本当にこれマジでゴブだときついです。はい、ということで、この動画良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。え、お願いします。皆さんいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、バイバーイ。